にちは、柴田です。今回はシャーベルですね。ジェイク・イーリーモデルをレビューいたします。このチャンネルではね、初シャーベルじゃないですかね。オジー・オズボーンの2代目ギタリスト、ジェイク・イーリーのモデルなんですけれども、そのね、シグネチャーをさらにね、本人仕様に寄せたモッドギターになっております。まあ、見た目もね、かっこいいんですけれども、どういったところがね、シグネチャーをさらにモッドしたかというところをね、まず見ていきたいと思います。そもそものね、色がかっこいいですね。これね、普通の白じゃないスパールホワイトです。当たりどころによってね、ちょいちょい紫がね、出てくるんですよ。どうですかね、この光の具合でね、結構ね、色が変わるんです。非常にこだわったね、塗装になっておりまして、ワンボリュームワントーン。しかしですね、これね、サウンドハウスのページで見るとね、これですね、お高いギターなんですけれども、ワンボリュームっぽいですよね。なのでこれがね、仕様がちょっと変わってんのかなと。で、通常ね、ここにね、ボリュームがあると思うんですけれども、ここはね、テープで止められてるんですよ。まあ、ピックアップもね、シグネチャーはこのね、ハムが SH4 なんですけれども、これはね、本人仕様のアレン・フォールズワークにね、交換されております。ここもね、こだわりの、モッドこだわりのね、一つですね。で、このね、斜めに入ってるね、ピックアップシングルね、二つ。これかっこいいっすよね。これサウンドがね、ちょっとね、こっちのね、ブリッジ寄りになってる、ローの方がブリッジ寄りになってるから、若干カリンとするのかなっていう感じですね。これもね、本人のこだわりでしょう。そしてハードテイルですね、裏通し。で、アッシュなんですけれどもね、これね、3.18、めちゃめちゃ当たり個体じゃないですか。で、ネックなんですけれども、これね、76年のフェンダー、これね、本人も実際はフェンダー仕様になってるらしくて、わざわざ交換して、塗装もね、マッチングヘッド変えて、でね、3点止めにしてるんですよ。現行品のシグネチャーは4点止めですね。で、フレットも打ち替えられていて、ジャンボ、かなり高めです。5等のペグなんですけれども、この回すところがね、白くなっているという、しっかりとかっこいい仕様になってますね。で、セレクターは5ウェイです。76年フェンダーのネックということでね、しっかりとした硬さがあって、で、ここのね、クイッと食い込んでるところも個性的な感じですよね。アッシュでね、3.18、これはいいっすよ。それに76年のフェンダーネックですからね、鳴りは非常に期待できるんじゃないでしょうか。で、生音からね、結構綺麗な感じ。全然散らからないし、でも硬すぎずで、バチバチ感もあるっていう。これはかなりね、期待できるんじゃないですかね。このピックアップの角度が、どういう風な影響を与えてるかっていうのは非常に気になるところです。まずはね、リアのハムからいきましょう。割とさっぱりな。ハムです。ミックス。バランスいいっす。シングルだけど、ハムに負けない強さ、ミックス。
ランスが非常にいいです。そうですね、まあ、確かにローの方がポカーンってなりすぎない引き締まったような、でも結構跳ねる感じ、うん、まあ普通にいいっすね。アッシュでね、フェンダーネックで使いやすいし、まあ、ハムでこれですかね。うん、ちょっと歪ませて、全然いけるというか、メタルすぎない仕様っすよね。まあ、ジャンル的にはね、かなり幅広くね、いけそうな感じがします。ミックスもかなりいいですね。材も一級ですしね、仕様も一級な感じです。めちゃめちゃ海外でね、シャーベル高騰してるんで、日本でもね、まああっちに持ってかれないように高値をつけざるを得ないんですが、なかなかね、ちょっとね、そのお値段でシャーベルがね、売れるかというとちょっと難しいところかな、そんな感じもしますが、千葉管楽器ではね、ちょいちょい値引きしているので、そこね、要チェックというところで、デジバートご覧いただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。